ュースの時間です。どうでもいいニュースの時間です。この番組ではドラッグストアの日常に迫りながら、皆様に1回でも多くどうでもいいわと言っていただくためだけの、そういう番組でございます。はい、それでは本日最初のニュースからです。軽く怒られたようです。昨夜未明、都内の某ドラッグストアでおそばの社員がセコムのセキュリティロックをかけ忘れ退勤してしまいました。事件があったのは都内のドラッグストアで、この日おそばん勤務を任されていた副店長がロックをかけ忘れました。ロック忘れを検知したセキュリティ会社が深夜に出動する騒ぎになりました。幸い事故にはつながっておらず、翌朝店長から昨日ロックかけ忘れてたよと軽く怒られた程度で済んだということです。続いてこちらはかなり怒られたようです。今朝10時頃、とあるドラッグストアのスタッフから開店時間になっても社員が来ないとエリアマネージャーに通報がありました。それからほどなくして寝癖を立てたまま出勤してきた店長によってなんとか開店しましたが、開店時間は30分以上も遅れ、客からの怒号が飛び交う中、スタッフは日配を出していました。隣接するクリーニング店の店員の話によると、以前も同じようなことがあったということで、この店長はこの後死ぬほど怒られたそうです。失礼しました。さあ次はお便りのコーナーです。今週のお題は皆さんが休憩中に食べる美味しいものということで、お便りを募集しておりました。皆様たくさんお便りいただきましてありがとうございます。皆様からたくさんいただいたお便りの中から特に意見の多かったものを3つまとめて今ここで発表させていただきたいと思います。はい、まず第3位からお伝えをしていきます。第3位は休憩中に時間美味しいものですね。休憩中に食べる美味しいもの第3位はお弁当です。はい、皆様が、ご自宅でご自身でお作りになってお持ちになるお弁当ですね。はい、これが第3位となっております。はい、ありがとうございます。はい、これが第3位ですね。私もね、ちょこちょこねお弁当を作って出勤しますけれども、はい、これが第3位ということでございました。ありがとうございます。はい、次第2位ですね。第2位は食ってる時間がねえっていうことです。はい、皆様ねなかなかブラックなところで働かれておりますね。はい、休憩する時間がないというね、方がね結構いらっしゃって、もう食べてる時間がないと、はい、朝食べたっきり何も食べてないみたいなね、いう方が結構いらっしゃるようでございます。はい、これが第2位ということでございました。はい、続きまして最後いよいよ第1位ですね。栄えある第1位、皆様ありがとうございます。皆様からいただいたお便りの中で一番多かったご意見、お品が山崎丸ごとソーセージでございます。ありがとうございます。はい、拍手ありがとうございます。皆様からいただいたご意見、ちょっと読み上げたいなと思います。はい、これがですね、これぐらいしか食べるものがない、はい、これぐらいしか食べるものがないという方、あとは、たまに食べた時のうまさが異常、はい、こういう方がね大きく、意見を多数占めております。はい、ありがとうございます。ということで第1位はね、丸ごとソーセージということでございました。はい、私もですねこの丸ごとソーセージは一度レンジでチンをするんですけれども、もうふわふわのところとね、あのカチカチのところがねレンジの時間をミスってしまうとそうなってしまうということよくありますよね。はい、ありがとうございます。ということで皆様からいただいた、1番は山崎丸ごとソーセージということでございました。ありがとうございます。ではここで来週のお題ですね、来週のお題を発表したいなと思います。はい、来週は皆様の退勤時間ということでお送りをしたいなと思います。はい、皆様ですね、ぜひですね、ぜひご意見頂戴いたしまして、また来週、ランキング形式でお伝えできたらなと思います。はい、皆様できるだけ早く帰れたらいいですね。続いては上司の気象予報です。明日の上司の機嫌はどうなってるんでしょうか。気象予報士の渡辺さん、渡辺さんいないの。気象予報も私がやるの。なんでギャラは、時給これしかもらってないよ。私がやるの。いや、ふざけんじゃないよ本当に。もうなんで私がやるのよ。ちょっとマネージャー、私のミラコレ持ってきて。どうも、はい、失礼します。はい、渡辺さんがね、急遽ね、欠勤ということでね、私が代役を務めさせていただきたいなと思います。はい、上司の気象予報でございます。はい、明日のね、上司の気象機嫌をね、予報していこうというコーナーでございます。はい、何これ、もう言っていいの？もう画面出てるの？もう言うよ。もう言うからね。
明日は全国的に天気として雨模様ですということは全国的に客足が途絶え気味、マネージャーの機嫌は悪いでしょう。先週から雨の続いている地域ではところによっては上司からの雷も予想され、時間によっては部下にとばっちりが来るでしょう。皆様明日も心の傘をお忘れないようお出かけください。以上、上司の気象予報でした。それでは最後は星占いです。それでは1位から順番に発表していきましょう。今日の1位はサソリ座のあなた。セルフで水媒品が売れただけなのに、それをたまたま見かけたたまに来る偉い人に褒められる予感。ラッキーアイテムはユンケルゾンネロイヤルです。5位の乙女座の人は、今日は薬剤師が休憩の時に一類のお客さんは来なさそう。落ち着いて納品ができそうですね。7位は水瓶座の人、暇すぎて前出しするものがなさそう。積極的に動くといいかもしれません。9位は伊手座の人、店頭の長九州のキッチンタオルが倒れてくるかも。そろそろ土台の段ボールを補強してみては。そして今日最も運勢の悪い人、ごめんなさい、お羊座の方です。今日は急なバイトのドタキャンで帰れなさそう。お客さんよりも自分をいたわる時かもしれませんね。ラッキーアイテムはペン先の潰れたポスカです。本日のトラックどうでもいいニュースは以上です。皆様また明日お会いしましょう。いってらっしゃい。はい、OK、お疲れ様でした。はい、お疲れ。誰が見るのこれ。本当にどうでもいいわ。何丸ごとソーセージって。いや、ひっくり返って笑ってるけどさ。ダメよ本当に。登録者減るよ。